こんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。さあ今日は、岩戸の歌劇をというお芝居の話をしようと思います。今度の1月の東京の歌舞伎座で上演されますね。尾上松也さんかな、のを中心とした一幕ですけどもね。歌劇を。これは源氏と平家が戦っている時の平家の武将ですよね。まあ、歌舞伎芝居というのはね、源氏と平家ということで言うと、まあ、ほとんどね、源氏型の、人を、より中心的に主役級の扱いでクローズアップしていくことが多いんですけども、歌劇用っていうのは、戦に敗れた平家型の人物ですよね。強者です。悪七兵衛歌劇用というね、その敗者、敗れた側の中に、すごくヒーロー的な、英雄的な存在を見出していったというね、まあそういう側面も歌舞伎の中にあると。で、この歌劇用が、岩戸の歌劇用ですから、こうずっとね、いわゆる、天照大神の天の岩戸の中にこうずっと塞がっていて、身を隠していて、でね、外の方がなんか楽しげにこうなってるからって、ちょっとその岩戸をバーッと開けた時に、こうそれまで、女神がね、大神がずっとその、何ですか、こう岩の、岩の牢っていうか、岩窟みたいなとこでしょ。そこに閉じこもっていたことで、世の中がぐーっと暗く打ち沈んでいたのが、ちょっとこの戸を開けたことで、さーっと明るい光が世の中に差し込んでね。で、パーッとこう、このように明るさが戻ってきたという、そういう天照大神のエピソードですよね。これを歌劇用という人物に当てはめてるわけですよね。まあ、戦に敗れたことで、まあ、その負けた側の強者がね、まあ、その何ですか、落ち武者狩りだとか、いろんなことでこう、閉じ込められてしまう。それがでも、再び、ちょっとこの岩戸を開けて姿を見せたことで、うわーっとすごいオーラが漂うわけでしょう。でね、これを、七代目の市川團十郎さんっていう人がね、まあ、1800年代ですね、西暦で言うと。江戸時代も、まあ、後半に差し掛かってる頃の歌舞伎の大スターですよ、当時のね。で、まあね、昔の芝居ってのはでもね、役者というのがですね、結構何ですか、例えば世の中で、質素倹約にみんなが励むようにというふうに、ね、いろいろそのお触れが出たりしてるときに、まあ歌舞伎役者って千両役者っていう言葉もあるぐらいで、なかなかね、贅沢な、暮らし方をしたりしますから、そうすると見せしめ的に取り調べの対象になるわけですよね。で、七代目の團十郎ほどの大スターも、いや、大スターだからこそかもしれません。ね、江戸の幕府から睨まれて、何年間かね、江戸から追放されちゃうんです。で、江戸の町で歌舞伎芝居も打てなくなってしまう。で、その禁が解かれて、ようやく江戸の芝居に復帰できる。その江戸の歌舞伎芝居に復帰できる、復帰する演目として、この岩戸の歌劇用っていうのを演じたんですね。ということは面白いですね。で、贅沢三昧のペナルティで、しばらく江戸を追放だと、芝居しちゃダメだぞ。まあ、これはちょっと見方を変えれば、その間、結局そのペナルティで、牢屋にぶち込まれてたも同然なわけですよね。だって歌舞伎役者が歌舞伎芝居はできないんですもん。それはもう真っ当な暮らし、いつもの普段の自分の生活ができないということで、そういうものを取り上げられた、そういう自由を取り上げられたってことで言うと、ほとんどこれ、牢屋にぶち込められたも同然ですよね。で、やっとそれが許されて、江戸の舞台にまた立てる、という時に、七代目さんはどういう芝居をしたかっていうと、歌劇用がガーッとその閉じ込められていた、その牢のね、岩の岩窟の牢のですね、この扉をこじ開けて、あとその歌劇用という人物の大きな、その存在感やオーラ、光。ということは、ほとんどこれは七代目市川團十郎という歌舞伎の大スターのオーラだ。光だ。これをバーッと世の中に届けるという演目を打って出たわけですよ。ねえ。
すごい挑発的だと思いませんか？だって何年間かお前みたいなその贅沢三昧するやつは歌舞伎やっちゃいかんぞってことでずーっとペナルティを受けてたわけ。うん。それでやっとそれが解けた時に、解かれた時に何年ぶりかに舞台にまた立った時に、うん。どうですか？僕が江戸の町で歌舞伎をやっていない間、江戸の世間は世の中は真っ暗闇だったでしょ？僕がまた帰ってきたから、七代目團十郎が過激世の役で帰ってきたから、どうだ？パーッとこんな三千と光がまた江戸に溢れますよ。世の中が明るくなりますよ。どうだい？っていうのを、ね、何年かぶりのペナルティが解かれたって時に、どうだーっていう、俺の光を見てくれ、オーラを見てくれっていう芝居を、七代目團十郎は打ったわけですよ。ああ、ね。あ、いや、ありがとうございました。十分反省しましたので、またこれから一から出直しで歌舞伎をこれからも一生懸命させていただきますっていう、その粛々とした謙虚な芝居の真逆にあるものですよね。うん、俺のいなかった何年間が真っ暗闇だったろ？俺が帰ってきたぞ！バー！このオーラを、光をみんな浴びてくれっていう、芝居をしたわけね。七代目の團十郎さん。まあね、七代目の市川團十郎。まあ、いわゆる歌舞伎十八番といって、スケロクとか勧進帳とかね、今も人気の演目。市川團十郎さんのお家の、まあ、今だったら差し詰め、海老蔵さんとかね、勤めるお芝居ですよね。そういう十八演目を、ラインナップをパッとこう固めて、歌舞伎十八番というそのタイトルをつけてね、家の芸として定めた。まあ、歌舞伎のね、いろんな話をするときに、その家の芸とか言うと、なんかその専門的な、なんかニュアンスが漂いますけども、何のことはない。これは、今風に言えば、著作権ですよ。マルシーね、クレジット。そういう概念を、七代目の團十郎ってのは考えたわけ。歌舞伎十八番。これは我が家のブランド。我が家の演目ですので、我が家が、もう本来この、パフォーマンスとして保持している出し物ですので、そこんとこよろしく。だから、まあ、ちょっと生々しいこと言うと、他のお家の人がね、この歌舞伎十八番というものを演じるときは、まあ、それなりの礼儀を團十郎さんのお家に対して尽くさないと、これやっぱダメなんですよね。それはこの態度としての礼儀っていうこともあるけども、やはりいわゆるその、クレジット関係ということで、お金をめぐるやり取りなんかもね、実際はあるんだと思うんですよね。うん、つまりクレジットだ。著作権だ。市川團十郎家としての著作権。著作権って言葉はまだ当時、江戸の町にはなかったでしょうけども、そういうコンセプト、概念としてね、うん、もう、とっくに、描いてたわけね。七代目の團十郎。だから非常にそういう意味では、近代的なショービジネスのセンスもある人ですよ。うん。これで、そういう歌舞伎の活動をしながら、ね、だってそういう、例えば勧進帳の弁慶だとか、ものすごくそのヒーローとしてのね、うん、市川團十郎さんのお家としての英雄、ヒーローとしての芝居をする一方で、四ツ谷怪談の民谷伊右衛門っていうすごい悪い登場人物も演じちゃう。で、そうかと思うと何年間かペナルティを食らってる時に、やっとそれが明けた時に、ね、あ、どうも、すいません、慎んで反省させていただきましたっていう態度じゃなくて、俺がいなきゃよ、この世の中真っ暗闇だろ、どうだいっていう、ね、本当にお上へ対して、権力者に対して、ガーンと挑発的に打って出るような、なかなかそういうね、不良っぽい、でもなんかヒーローなね、なんかこうみんなが見て、いや、すごい根性してるな、かっこいいなって、そういうゾクゾク、こう、なんだろうな、男の色気みたいなものを感じさせるような、そういう存在感もあった人なんでしょうね。ということで、ね、今日いろいろ話しましたけども、この岩戸の歌劇を七代目團十郎ということを通じて、僕、思いました。今日のお話の結論。七代目市川團十郎とは、江戸の歌舞伎における矢沢永吉である。永ちゃんである。七代目團十郎イコール永ちゃんっていうのが今日の僕の結論ですね。
矢沢永吉さん、ああいうね、その不良ロックンローラー、ね、暴走族とかのカリスマ、ヒーローだったでしょう。でもそういう一方で、あの方、非常にその音楽ビジネスの著作権とかね、自分の歌が、その、こう、あの、お金の面でもね、そういう、つまりミュージシャン、アーティストというものが、ビジネスの中で牛耳られないように、ね、こう、いいように使われないように、自分の権利、著作権、クレジットっていうことに対して非常に若い時から勉強に勉強を重ねて、それで確固たる、その、ショービジネス、そのビジネスとしての成功も収めてる方ですよね。だから、こう、不良っぽいイメージのある一方で、非常にそういう、ショービジネス、ビジネスセンスに長けに長けた、そういう鋭さも持ち合わせた、そういうアーティストですよ。A ちゃんね。七代目團十郎イコール矢沢永吉であると。そんなことを僕は今思ってるんですね。はい。お正月。まあ、そんなこともちょっと頭に入れながら、岩戸の歌劇をご覧になっていただきたいと思います。ありがとうございました。